モンパルナスとルバロアは、1964年制作、1965年公開、フランスのオムニバス映画、パリところどころの一編として、ジャン・リュック・ゴダールが監督した短編映画である、14区にあるモンパルナス。ルバロアは、17区の北西に隣接。本作、モンパルナスとルバロアは、ジャン・ジロドゥの月曜物語でのストーリーと、ジャン・ポール・ベルモンドが、 女は女であるの中で発言したことをもとに、ゴダールが脚本を書いた。1963年12月から1964年1月、14区のモンパルナスにある彫刻家、フィリップ・イッキリの工房と、17区の北西に隣接したパリ郊外オードセーヌ県のルバロワで撮影した。モニカを演じるジョアンナ・シムカスは、カナダ生まれの女優で、 1964年12月29日公開のジャン・オーレル監督のスタンダールの恋愛論でデビューしている。撮影は本作の方が早い。彫刻家ロジェを演じるフィリップ・イキリは実際にもパリ生まれの彫刻家で工房を撮影用ロケセットに提供している。本作以降に映画の出演はない。イバンを演じるセルジュ・ダブリは純粋な俳優で、 フランソワ・トリュフォー監督のピアニストを打てやトリュフォーの共同脚本家として知られるクロード・ド・ジブレーの監督デビュー作ノラクラ・ヘイ62第2作すごい野郎に顔を出している役者である。本作のカメラマンはダイレクトシネマの最初の映画とされるロバート・デュー監督のプライマリーにリチャード・リーコックと共に撮影監督としてクレジットされているアルバート・メイスルズである。 この人脈とのこの時点での接続が、やがて1968年、d a ペネベーカー、リチャードリー・コックと共に制作する、One American Movie へ結実する。コダールは、監督クレジットを、レイラ・ザ・スヨン等ではなく、フィルム・オーガナイズとクレジットした。本作を織り込んだ、パリところどころは、1965年5月19日、第18回カンヌ国際映画祭で上映され、 同年10月13日にフランスで一般公開された。モニカはモンパルナスに住むロジェにもルバロワに住むにも両方に即達で手紙を出した。しかし宛先を逆に送ってしまい、結局両方から振られてしまう。ありがとうございます。